けましておめでとうございます。朝香です。よろしくお願いします。はい、今年もよろしくお願いします。新年明けたということで髪をちょっとバッサリ切ってみましたでもすごいちょっと周りからはあまりよく思われてないみたいなんですけど、ちょっと自分ではとても楽で気に入っちゃったので、ちょっとまた伸びたらすぐ切っちゃうと思うんですけど、はいそういうことです。はい、じゃあまず新年一番最初の MV、 ちょっといつもよりちょっと緊張してるんですけど、楽しく、今日はバラードが多めなんですけど、皆さんに楽しんでもらえるように頑張りたいと思います。それでは1曲目聴いてください。君って、君って、君
君ってという曲を聴いてもらいました。2019年に明けて、もうさっきトミーくんとか平川さんも言ってたんですけど、まあ私もすごい年明け、なんていうんですか、年末年始はすごいゆっくり過ごして、実家の方に一回帰ってすごいダラダラ過ごしていたので、ちょっと多分太っちゃったんじゃないかなと思って、これからちょっといろいろ動いたりして頑張りたいと思います。さっきトミーくんが言ってたんですけど、私はまだお年玉をもらっています今19歳になったんですけど、多分20歳までは私の家のルールではもらえるはずになってるので、来年もちゃんと正座してもらいに行こうかなと思っています。はい、そうですね、髪切った話なんですけど、ちょっと髪を一回染めたいなーずっと思ってて、でどうしようかなーって言って染めに行ったんですけど、ちょうどなんかの店員さんに、せっかくなんで切ってきませんかっていう風に言ってもらって、ちょっとバカっぽいなって思われちゃうかもしれないんですけど、すごい私占いを信じちゃうんですよそしてその日の占いにたまたまなんか髪を切ったり、そういうなんか変化をつけるといいみたいなことが書いてあって、あ、このことかっていうのをちょっと自分の中でなんか結びついて切ることを決めて、長さとかもいろんな種類とか形とかがあって、お店の人に今の流行りは何ですかって聞いたら、なんだっけな、切りっぱなしっていう髪の毛が流行ってるみたいなんで、ちょっと流行に乗って私も切りっぱなしにしてみましたはい、でもすごいシャンプーとかもうすごい回数も減ったし、ドライヤーもすぐ乾くので私は気に入ってます。すごい不評なんですけど、はい、じゃあ次の曲に行きたいと思います。次もバラードなので、よかったらご飯とかジュースとか飲みながら聴いてくださいはい、聴いてください。それはやっぱり君でした。
すいません。すいません、お待たせしました。はい、さっき1曲目に歌った曲が君ってって言って、あの友達に向けた曲なんですけど、あの私はすごい、ま、あの住んでたところがすごい田舎で、あの保育所小中とずっと同じなんですよね。一貫校ではないんですけど、人が少なくて、あのクラス変更とかこう学校が何個もあるわけじゃなくて、ずっとみんなで一緒にやってきて、高校も3つぐらいちょっと街に行ったらあるんですけど、あのみんな行きのバスと帰りのバスが絶対一緒なんで、なんかすごいなんかずっと離れられない存在みたいな、まあ、すごい本当友達ってよりは兄弟みたいなみんな感じなんですけど、みんな今こう就職したりいろいろ頑張ったり、学校行ったりしてる人もいて、まあ、そんなみんなのことをちょっと思って歌ってみました。すごい本当に田舎すぎて、あの去年の卒業、高校の時の卒業式が学校から帰ってきたら雪がここまであって、玄関が埋まっちゃってお家に入れなくなっちゃって、結構上の方にお家があったので雪かきも除雪車も入れないってなって、2、3時間みんなでこうせっせこう雪かきをしてお家に帰ったという田舎エピソードがあります。でも札幌に来て、札幌もすごい雪が私が思ってたよりすごい多かったので、ちょっと札幌を舐めてしまって申し訳なかったなっていう気持ちがあります。すごい雪かきとか大変で、私もすごい汗っかきで、すぐ雪かきをしたら汗をかくんですけど、あの冷えて風邪とかひかないように気をつけてください。はい、で次に歌う曲がちょっと家族の曲を、家族、まあお母さんに向けた曲なんですけど、ちょっと家族の曲と ことをイメージしながら歌うので、皆さんもまあ新年も明けたことですし、ちょっと家族のことをちょっとだけ想像しながら聴いてもらえたらなと思います。私はですね、
あのペットを飼ってて猫が4匹いるんですけど、まあ、その子たちのこともちょっと考えながら歌いたいと思います。この中で動物飼ってますよっていう人いますか？あまりいらっしゃらないですねいや結構大変だと思います。すごいそうですね、お金もかかって生活費の半分ぐらいはごっそりも、まあ、それはちょっと大げさかもしれないんですけど持ってかれてるかなと思います。はい、そろそろ行っちゃってもいいですかね。すいません、なんかダラダラ話しちゃってすいませんはい、ではちょっと最後は家族のことを皆さんで考えながらちょっと温かい雰囲気になったらいいなと思って歌います。聴いてください。2万825日目の曲です。
すぎちゃったみたいでちょっとはこれからも2019年もあの皆さんにも友達にも家族にも頑張ってる姿を見せていけるように私自身ももっと頑張っていくので2019年もよろしくお願いします。まだまだ素敵なアーティストさんが出るので楽しんでいってください。今日はありがとうございました。